元気みたいだけど、ちょっとお家の人たちの元気がちょっと足りないようです。もう一度行きますよ。皆さん、こんにちは。はい、元気な挨拶どうもありがとうございます。いやー、それにしても今日も暑いですね。夏真っ盛り。みんなは夏といえばどんなものを思い浮かべますか？かき氷。かき氷ね、美味しいよね。お兄さんでブルーハワイが好きだよ。そう、夏にはね、こういう楽しいことがたくさんあります。お兄さんが一番楽しみにしているのは夏祭りです。夏祭りはこんな風に提灯を飾ったり、屋台で美味しいものを食べたり、盆踊りを踊ったりするんだよ。楽しそうでしょ。そこで今日はみんなで元気発売夏祭りを楽しみたいと思います。みんなで楽しんでくれる人。あれ、さっきのね、ご挨拶の方がみんなね、元気いっぱいだったよ。もう一回聞いてみるよ。一緒に楽しんでくれる人。はい、みんな元気にありがとう。それじゃあみんながね、元気100倍みたいだから、お兄さんから祭りを楽しむための心得を3つ教えちゃいます。まず祭りの心得その1、みんなの目の前にある赤いベルトは触ったり引っ張ったりしないでください。もし倒れてきて怪我をしちゃったらお祭り楽しめないもんね。だからみんなはお手手をパーにして、一歩下がった位置で楽しんでいてください。次に祭りの心得その2、今日も暑いのでみんなはしっかり水分をとってください。お祭りが始まるとみんなのパワーでもっともっと暑くなるからね。みんなはこまめに水分補給をして参加してください。そして祭りの心得その3、これが一番簡単で一番大切な心得、それはお祭りを全力で楽しむこと。今日はお友達だけではなく、お家の方も元気100倍盛り上がっていきましょう。元気100倍盛り上がってくれる。